アリーナの3人目の当てがなくなっちまったな。カナードのアットホームに行って報告だけはするか。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ちょめちょめさきです。今日も楽しくドットハック自由ボリューム1最短を実況プレイしていきたいと思いますので、初めましての方も引き続きご視聴になってくださってる皆様もどうぞよろしくお願いいたします。前回ですね、アトリちゃんとね、そのアリーナにね出てもらうために一緒にクエストに行ったんですけども、まあいろいろあって長谷尾くんとね喧嘩しちゃって、ちょっと誘い失敗しちゃってね。で今回はね、その報告を、ガスパーとシラバスにね報告するために今からカナードに向かいたいと思います。悪い、アリーナの3人目ダメだった。次のトーナメントも近いし、呪文師は引っ張りだこだからね。やっぱいなきゃダメか。あ、なんだよ。 BBS で募集してみたら。それだ。なるほど。じゃあ僕が BBS に書き込みしておくよ。頼む。書き込んだらメールするから公式 BBS をチェックしてね。はい、というわけで、BBS に書き込んでくれるそうなんでね、シラバスが。でメールも届いたんでちょっと噛んじゃった。もう普通の言動で噛むって俺やばいですね。じゃあちょっとログアウトしてその BBS と、メールの確認をしに行きたいと思います。癒されるな、この絵は。めちゃくちゃ癒されますね。じゃあ早速メールの確認といきましょう。来ましたね、シラバスから一件来ております。 BBS でメンバー募集。ザ・ワールド公式 BBS でアリーナメンバーを募集しておいたよ。コーマ級で呪文師募集っていうタイトルで書き込んであるから一度チェックしてね。仕事が早いですね。ちょっと会社でね重宝されますよ、シラバスちゃん。シラバスちゃん、うん、シラバスくんですね。じゃあ BBS の方確認しに行きたいと思います。お、来てますね。 BBS で重要な更新があります。はい、コーマ級で呪文師募集、これですね。アリーナ、コーマ級に参加してくれる呪文師さんを1名募集しています。こちらはマルチウェポン、双剣のみと、タチチューですね、タチチューのパーティーです。ではリーダーの長谷尾からの伝言です。こんにちは、僕はマルチウェポンの長谷尾と言います。僕と一緒にアリーナに参加してくれる呪文師の方を募集しています。うちのパーティーの特徴は明るく楽しく思いやりのあるパーティーを目指しています。男の子でも女の子でも大歓迎です。一緒に頑張ってくれる人よろしくお願いします。うん、長谷尾が書いたとは思えない文脈やな、これは。顔文字をね多用してるってところがね、シラバスっぽいですよね。俺はこんなこと言わねえ。そりゃそうや、うん、こんな顔文字死んでも使わねえ。うんうん、シラバスの野郎。あとでじゃあシラバスちょっとね屋上に呼び出しておきますよ。それでどうすればいいのかな。お、メールステーションに重要な未読メールが来てますね。こちらをもう一度確認しましょう。お、シラバスからもう一通。さっきの書き込みにレスがついたよ。チェックしてみて。早いな、入れ食い状態や。どんだけカナード人気やねんってな。いや、長谷尾が人気なんかな。そうかもな。いや、長谷尾をプレイしてるね、ちょめちょめウサギが人気なんか違うな。絶対やめとこう、やめとこう、やめとこう。よし、じゃあ確認しましょうかね。さくらさんから、アリーナの件お引き受けしてもいいですよ。読めないな。秋旬の獣人像あたりにいるので急いで来てくださいね。あと必ず長谷尾さん一人で来てください。それではお待ちしております。エリアワード、ウンジュードル、収春のウンジュージューをゲットしました。これ冷やかしじゃないだろうな。一人でってのは気になるな。
にかく会ってみなきゃ何も始まらないな。場所はデルタサーバー、颯爽たる春秋の明帝寺の獣人像だな。颯爽たる春秋の明帝像ですね。明帝寺か、覚えよう、しっかり覚えよう。もうね、漢字が弱いのもあるんですけども、ちょっとね、文字が潰れてるっていうのが一番の原因でしてね、言い訳にしか聞こえないっつうね、申し訳ない。漢字の勉強します。アリーナの参加希望者が待っている。デルタサーバー、颯爽たる春秋の明帝寺の獣人像に急ごう。じゃあ早速行きましょうか。転送メニュー。でもね、一人で来いっていうのはちょっと長谷尾くん怪しくないかい？ちょっとね、俺は心配や、長谷尾くんが。今のレベルならこのここのモンスターには楽勝でしょう。アイテムは今のレベルに見合わないもの。まあいいでしょう、一人で行くにはちょうどいい。よし、じゃあ最深部の獣人像を目指そう。というわけで進んでいきましょうかね。ここのタイプのダンジョンは一度来たことがありますね。チムチムのね、キングチムチムをね、蹴る話で一回来ておりますね。じゃあ早速敵がいるんで、こっそりと。あー、気づかれたか。どうやったら気づかれへんのやろな。時々失敗するんですよね。無様な。弱いなぁ。ちょっと弱すぎるんちゃうかってくらい弱いな。まあそりゃね、レベルに見合わないね、ステージなんで、まあしょうがないっちゃしょうがないですけど、それでもちょっと弱いかな、ちょっと弱い気がするな。で、こっちから入ってきましたから、こっち行きましょうかね。これね、場所がね、どこに繋がってるかわからないステージっていうのはね、ちょっと俺苦手でして、やっぱね、地図見えてた方が俺も安心するし、ドラクエ実況でよくありましたように、ああいう感じで、ね。めちゃくちゃ気づかれるな、やばいな。まあ、ざっとこんなもんだな。なかなか早いな、いいのいいの。よっしゃ、あいつらも倒そう。こっそりこっそり、あかんな、なんでバレるかな、ちょっとな、厄介やな。無様なもんだにしても弱いな。弱いしか喋らんでいいぐらい弱いんちゃうかこれは。5、6発いかへんね、3、4発で死んじゃいますね、やっぱり。だからかなりここのステージは弱いんじゃないかな。で、おっと宝箱ゲットしていきましょう。来た、トラップや。何来る何来る。三角三角四角四角、これは簡単ですね。魔天、へえ、面白いな。で、アイテムもしっかり回収だ。妖精のオーブ、うん、わからんアイテムばっかりやな。まあアイテムを調べるっていうのも大切なのかもしれないですね。不意打ち、入っていいね。よし、クリア。なかなか強いな、今の相手は結構強かったですね。で、不意打ち、不意打ちを狙いたい、不意打ちを狙いたい、不意打ち、いいね、ま、よし、無事撃破。こんなもんだな。結構ね、アイテムドロップ多いですね。なんかちょっとしっかり見ていこうかな、ドロップアイテムをパッパッパッって飛ばさずにね。で、こっちかな。結構入り組んでますね。ちょっと入り組みすぎたら俺心配になってくるタイプなんですよね、こういうので。ここもチム玉だ。結構チム玉使う回数が上がってきてるんじゃないかな。冬下いいね。ま、ざっとこんなもんだな。で、上には何もないと。こんだけ広いのにね、アイテムがないっていうのはちょっとなんか寂しいな。うん、こっち行きましょうか。じゃあこっちか。獣人像がないですね、あまり。おお、敵がいる。不意打ち、飛ばしていくぜ。あー、ミスか、くそー。なかなか難しいな。おーっと、無様なもんだ。ちょっと体力が不安になってきたかな。大丈夫か、ハセオくん。で、こっち行き止まりかい、行き止まりかい。騙された、まんまと騙されましたね。じゃあ下の方行こうかな。でね、気づいたんですけども、その最後にステージクリアしたらエリアリザルトとかあるじゃないですか。
で、あれで S とか取ったらなんか報酬アイテムいいのもらえるんかなとか思って、今回はですねちょっと結構ね狙っていってるんですけども、とりあえず回復しましょうか。アトリちゃんおらんとね回復役がやっぱいないんでちょっとね大変ですね。おお、ちょっと変わったぞ。ここはどこや。あ、猛獣人像か。あー、言ってるそばからもうあれですね、さっき来ちゃいましたね。第2地区、第2区面か。へえ、そんなんあるんや。まあダンジョンやからどんどん階層が進んでいく感じなんかな。え、なんか聞こえた。違うか、ステージの曲か。ちょっと怖いな。何この広いステージ。え、何もなし、こんだけ広くて。アイテムとかないの。アイテムやたら広いな。バイクとか乗れへんの。あ、乗れないんか。あ、なるほどね。ここはステージじゃなくてダンジョンやからバイクが乗れないってことか。はいはいはい、なるほどね。いやでもこのステージバイク乗ったらねささーっと行けるんでかなり楽でしょうけどね。なんか敵がおらんな、ちょっと気持ち悪いな。あれ、でここがチーム玉の蒸気システムか。また結構頻度あるな。使ってってなくならへんかな。大丈夫かな。お、アイテム、アイテム、アイテムをねしっかり回収していこう。キコンで、もう一個こっちにありますね。癒しの水、回復アイテムばっかり手に入るな。にしても敵がいないのはなんか気持ち悪いな。なんでや。え、なになになに。あ、おるおる、よかった。なんか敵を見たら安心しますね。不意打ち。ま、ざっとこんなもんだな。よし、オッケー。あのドリルタイプの敵なかなか強いですよね。お、宝箱、よかったよかった。なんかねどうしてもねトラップボックスをね意識しちゃってね、なんか構えちゃうんですよ。うってね、来るかってコマンド入力がねやっぱ俺下手くそなんでね、ちょっとしっかり見極めていかへんとね。でこっちは、おお、めっちゃいるな。妖精のオーブ、不意打ちしたいな。オッケー、いいね。よし、クリア。クリアじゃないな、倒しただけやから。お、またか。結構あるな、長いですねこのダンジョン。退場。うおー、いきなりいるやん。不意打ち狙いたい、不意打ち、不意打ち狙いたいよ。ちょっとな。無理やった。ま、ざっとこんなもんだな。よし、で、どっちから来たっけ。迷ってきたな。こっちではないのか。ん、どっちや。え、こっち一度来てるから、違う方向行かへんとあかんってことか。ちょっとややこしいな。入り組んでるからな。なかなか、このダンジョン入り組んでるぞ。あっちですね。あの黒いもう一つの場所の方が正規のルートなんでしょうね、これ。こっちね。いや、ミスっちゃったな。ちょっとミスしましたね。こっちですね。オッケーオッケー。で敵がいると、こいつね強いんですよ、ちょっとね。よし、無様。いやー危ないな。ちょっと50ぐらいしか経験値じゃ、経験値じゃ体力なくなってきてるからちょっと回復します。癒しの水と、オッケー。やっぱ回復薬おった方がいいな、安定するな。なんで馳せおくの、あんだけアトリをね。もうやっぱ呪文師の大切さは分かるね、一人で行ったら。やっぱね殴るだけじゃダメなんですよ、回復とかしっかりしていかないと。遅かったじゃんか、待ちくたびれちまったぜ。はあ、またお前らか。あんたへの愛ゆえにって言いたいとこだけど、
今回はビジネスでね。ビジネス？あんた、また余計な恨み買っちまったようだね。アリーナのチャンピオンに手出すなんて、無謀無謀。お前、なんでそのこと？あんたをやりたくてたまらないのは、私だけじゃないってことさ。何から何まで全部お膳立てしてもらった上に、弱っちい死の恐怖様をやるだけで金までもらえんだから、割が良すぎて怖いくらいだよ。 BBS の変身もてめえらの仕業か。くそ。そこまでだ PK 諸君。はあ、月の木のお偉いさんがこんなところに何の用だい。マナー知らずの乱暴者とネットゲームのあり方について語り合いに来た次第。すかしてんじゃねえよ。てめえらもまとめて PK してやろうか。それは困った。我ら月の木では PC に対する攻撃を禁じている。しかし不当な暴力に対する防衛手段禁じてねえってわけよ。クソ虫ど。さあ来いよ。俺を切ってみろ。謝るな、マツ。分かってますよ、榊さん。こっちからは攻撃しない。君は確かケストレルに所属しているのだった。ケストレルのギルドマスターガビは寛容な男だと聞いている。だが彼は PK を推奨はしていないな。君たちが月の木のメンバーに不当な PK を仕掛けたことを知れば彼は叱るべき処置を求める。違うかな。それとも君はガビにとって特別なのか、ボルドック。だったよ。理解が早くて私も嬉しい。それとそちらのハセオ君、我らが同胞アトリのご友人だ。同様の配慮をお願いして。返事が聞こえないな。セオも PK しねえ。それでいいんだろ。結構だがな、アリーナバトルは別だぜ。もちろんアリーナのバトル両者の合意の下で行われる行為だ。だそうだぜ、ハセオ。アリーナ来るときは覚悟しとけ。もう安心していい。彼らもギルド内での立場を危うくするほど愚かでは。正義の味方が板についてるな。そういうキャラ、それとも自家。我々はネットゲームのプレイヤーとして当然のことをしたので、別に正義の味方などとおごるつもりはない。どうだか、わざとらしすぎんだよお前ら。タイミング読みすぎ。この現場に間に合ったのはアトリが事前に情報を得ていたため。事前の情報？はい、あの時の子が教えてくれたんです。偽のレスを返したのも PK を雇ったのも
彼のお姉さんがやったことらしいんです。サクが？はい、今ならお姉さんが寝ているからってボウ君が。一人じゃ心細かったので榊さんに連絡取って。間に合ってよかった。あのな、誰も助けてくれなんて頼んじゃいねえよ。長谷尾さん、行儀が悪いの。君が助かったのはアトリのおかげだ。礼の一つぐらい言ってもいいんじゃないか。はいはい、ありがとうよ。これでいいかよ。狭い、狭く小さすぎるよ君は。それはともかく、最近いろいろと大変なようだ。困ったことがあればいつでも我々を頼りにしてくれていいんだよ。冗談、頼った途端洗脳されそう。このガキ、さっきから聞いてりゃ榊さんになんて口の利き方しやがんだ。やめなさい松。でもこいつ、長谷尾君、出会った相手すべてを敵だと思って生きていくのは辛くはないか。それよりも互いに求め合い理解し合う方がずっと楽だ。そうか。宗教には興味ないっつってるだろ。てめえ待つ。はい、すみません。長谷尾君、私は君とも理解し合いたいと思って。願い下げだな。俺があんたらを求めてない。それは残念だ。では次に会う時までに君が本にしていることを願っておこう。ありがとうございました、榊さん。あの、うん、この間は生意気なこと言ってすみませんでした。いや、本当にごめんなさい。タグ、とんだ骨折り損だったぜ。これじゃいつまで経ってもアリーナに参加できやしねえな。あ、BBS で募集していましたね。あと一人なんですか？ああ。じゃあ、私、やります。え、マジか。はい、マジです。だってお前、嫌なんだろ？負けたり勝ったりするのって。そうですけど、私、思ったんです。ただ、月の木のこと、長谷尾さんに押し付けるだけじゃなくて、私だって、長谷尾さんのこと、アリーナとか、バトルのこと、わかんなきゃって。それに私一度勝利の味ってものを知りたかったりして。ダメですか？全然いいんじゃねえの。そんじゃ味合わせてやるよ、勝利の喜びってやつをな。私もう行きますね。あ、はい。というわけでメールが届きましたね。いや、なかなかいいイベントでしたね。やっぱりね、裏がありましたよあいつらね。俺もな、来るとは思ってたんですけどね。あいつどんだけね、長谷尾のことが好きやねんっていうね。結構ツンデレですよね。でも無事にね、アトリと、ね、仲直りできて、で、さらにアリーナもね、一緒に出場してくれるとなってね、ほんと良かったですね。じゃあ今回は、じゃあタウンへ戻って終わりにしたいと思います。わお。
それじゃあイベントが起きないね。大丈夫やな。それじゃあ帰ってメールの確認して、また次回のストーリー頑張っていきたいと思います。またそれはまあ次回なんですけどね今回はここで終わりたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。さよなら。